なんてね。そんなことを言っている俺は、今大量生産の象徴みたいな、そのプラスチックの椅子を集めて、でも安物がかっこ悪いわけじゃないよ。そのものの本質を見つめようともせずに安易に手に取ろうとする、その姿勢がかっこ悪いんだよ。この椅子ができた頃は、誰もがみんな、できるだけ多くの全ての人々に、そういう考え方が確かに一番ピカピカに光ってたんだ。時間が流れ、時代が変わり、その輝きの見え方も変わった。さあ、もっといろいろな輝きが増えたってことじゃないかな。俺はそう思うよ。正午にとってはどう？正午、頭から煙が出てるぞ。昔の偉い人が言っていた地球村って、本当にそんな時代が来ちまってるのかもしれないけど、もし俺はないと思うけど、もしそういう完璧な世界の理想の形があるのだったとして、俺たちは本当にそっちの方へと進んでいるのかね。進んでるよ。進むさ。それに世界はいつだって完璧すぎるほど完璧だよ。マグロ、それにミフちゃんもいらっしゃい。あのね、ああ、俺は知ってるよ、もう見てる。今朝見たらそんな状態だったよ。どうしてかな。くそ、敵を撃つす。こういうのは無視だよ。それに限る。卑劣な奴を野放しにできないっす。もし俺のものだったら、つまみ出すね。徹底的に潰す。片っ端から削除。待てよ、正午。それが俺のものだったらって言ったでしょ。
俺がやったことで必ずしもいい結果が出る保証はない。それを承知で俺ならそうするってこと。大人が何でも分かってるなんて思うなよ。まあまあ、ミフちゃんはどう思う？もし花の王子様と話し合うことができれば仲直りできるかもしれない。どうしてこんなことするのかって書いてみるよ。そうしたら私の思いが通じるかもしれない。うん、そうだよ。私頑張って花の王子様と仲直りする。じゃ決まったな。これ以上は俺たちがとやかく言うことじゃないよ。じゃあミフちゃん、このマシンで今書き込んでみる？うん、頑張るね。翔吾くん、どう思う？どう思う？もう勝負しかないっす。やるっす。やってやるっす。マグロ、熱くなるなよ。むやみやたらに騒ぎ立ててミフちゃんのけなげな努力を丸つぶしにする気かよ。ミフちゃんは仲直りがしたいんだね、ミフちゃん。できるなら。あ、そうだミフちゃん、ここは一つ気分を変えよう。今日は足利島大花火大会だよ。みんなで一緒にパーッと行かない？嫌なこと忘れちゃおう。
リフったら本当にお茶目さん。そんなわけないでしょ。ごめんね。ごめんね、いけないから。ほら、見覚えのある顔よ。あ、そこの君は午前くんでも午後くんでもなくって。正午くんじゃない。車の運転よ。見ればわかるでしょ。
翔吾くん、本当に行けるの？あ、シャオゴ、花火大会車で行くんだろ。とりあえず前に車止めたけど。小読みさん、急ぎましょう。しずるさん、なんでなんで、しんくん、どうして、みんな知り合いってことか。俺は俺は最近知り合ったばかりっす。お二人がまたいらしてくださるとは感激っす。ウェルカムっす。こっちこそ、俺の高校の先輩方なんだよ。友達でいいわよ。そうよ、もうお友達じゃない。じゃあ、みんな一緒に行こっか。絶対仲直りしてね。してね、翔吾くん。約束、約束だからね。